管理竹山さんで、はい、やらせてもらってまして、ね、なんか最初にこう裏で会った時に、はい、もうすごい本人やと思いました。あ、もう本人でやらせてもらってます。はい、そうやね、そうやね。すいません、あんまり自分からボケるとね、これあれなんですよ。これが課題ですよね。何、自分からなんで。自分からこう発信していくと結構お滑りになられるんだね。お滑りになられるの、はい、あ、そう、いじられてなんぼ。そう、いじられてなんぼなんですよ。自分から発信すると今この状況見てください、これシーンってなって、ね、なってるでしょ。はい、すごいでしょ、これ。私でもいじらないですよ、はい、そうするともう今日終わりになりますから。もうそれこそもうすぐとツルトンタンいきますよ。ツルトンタンは何ですか、はい、先から出てるけど、あの、ってない。そうですね、そんなにね、あれですね、うどん屋さんですね。そうですね、はい、もうツルトンタンでもよくザキヤマとね、飲ましてもらってるんですよ。そうなんや、ね、自分から走る方法なんですよ。おっと、これなんかパターン変わってきたな。うん、どうすっかな。全くいじらない、私。うん、じゃあもう早速ね、英語をちょっとやっていきましょうよ。いいよ、ね、やっぱりあのね、うん、もうやっぱり僕、まあね、もう最近じゃ あれなんですけどね、もうやっぱテレビではもう言えないけど、もう海外でだったらね、もうこういうの、うん、まあどうなのかなと思うんですけど、まあ、僕もう当初ね、若い頃というか、もうテレビ出始めた頃によくね、裸になってね、知ってる、そう、あの決め台詞あるでしょ。何、うんこするぞね、ほらうちを言った、うちを、うちは持ちネタだもん。まあ持ちネタっておかしいけど。え、したんですか。そうで、10年間ちょっとテレビ局できになったから。え、ほんまに。いやいや、本当にもうあれね、生放送でちょっとね、そういう、すごい、それをね、英語で言えばあの時なんとかなったんじゃないの。いや、ならへんと思う。いや、なんとかなったでしょ。ならへんやろ。いやいや、だって10年出れなかったからね。で、やめた。もうやめました。やったらええのに。やったらええのに。うんこするぞ、今じゃ。いや、ちょっとやってみて。わかりま、いや、やるわけねえだろ。なんでちょっとやってみたいって、お前。ちょっと見たいな。じゃあ、いや、お願いしますじゃないよ、もう。なんなんだよ、ここのやつらは。さっきからさっきからっていうか、お前前回もそうだけど、なんでこう、俺乗りツッコミするタイプじゃないっつってんのにさ。めっちゃやってるな。うん、そう、ありがとうございます。だって、すげえなんか、いろいろこうなってくれたらエンジンかかってくるんだから。あ、いい感じ。今いい感じですよ。あ、いい感じですよ。そう、これをやりたかったんだよ、俺は。あ、そうなんや。じゃあ、出してみる。うん、じゃあ、いや、だからやんねえよ。やばい。なんだこの椅子は。椅子までなんか俺を責めてきてんのか。なんだよこれ、本当に。さっきやらって。あ、すいません。はい、大丈夫よ。うんこするぞっていうね。うん。これ大丈夫ですか。いや、大丈夫じゃないと思うけど。じゃあ、もうやめよう。はい。うん、じゃあ、どうしようかな。何がいいかな。あとはね、うん、やっぱり、うん、僕、ドッキリをね、すごい仕掛けられるの。あれって知ってるんですか、はい、もうね、本当は裏で俺クラスなんてやっぱ分かっちゃうんだよね。俺クラス、うん、もう何回もやられてるから。あ、そうね。でも俺のもう決め台詞で、もう分かってたぞっていうのがあるんですよ。ああ。これをもうバシ、もう海外でもしかしたらかけられるかもしれないから。え、海外でかけられてますよね。なんかハワイ行った時に、ね、そうそう、ハワイね、全楽ね、見た。そう、だからあれをもし外国人の人とかいっぱいいたら、はい、英語で返せてたから、うん、あ、いいね。でもちょっとそれの分かってたぞ、分かってたぞ。 I know it. 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 何回言う。いや、それもう一回やってくれよ。だからそれ俺に突っ込ませてくれよ。何なんだよ。いや、今何なんだよって、ごめんなさいね。そんな分かんないもんね。すいません。 I know it. もういいよ。もういいだろ、もうだって終わったの。何やねん、うちが滑ったみたいになるよ。そうだよ、もう滑れよ。一緒に滑れ。そんなに爆笑取るタイプじゃないんだし俺。あ、そうなん。そう、そこはそんなことないですねだろ。いや、そうなんかなと。で、そうなのか俺は。じゃあなんで呼んだんだよ、じゃあ。そんな滑るやつを。うん、滑るからおもろいんや。そうだな。うん、そうだな、受け入れた。はい、じゃあ最後に決めてください。 I know it。 あ、でもなんか騙した方がいいの。なんか騙す。ちょっと騙してください。でもどうやって騙す。なんでもいいですよ。それ、いやいや、知らない方がいいから、なんか騙してください。いや、うちそういうの分からへん。今適当に言っただけやから。なんか言うで。裏俺クラスになると分かんねやろ。うん、だからなんか、いや、だから、うん、それを考えてもらって、それを、あ、もう分かってるぞって言わなきゃ意味なくね。そうやねん。いや、でもここは教えて。ええって、困ってる。だから俺から発信したらまたさっきみたいになるぞ。大丈夫、大丈夫。じゃあ、何にしたらいい。今日のゲストは筑山さんでした。今日のゲストは何。筑山さんでした。筑前さん。筑山さん。
くよ。今日のゲストは、何いや、いや、はい、はい、大丈夫だと思う。こっちに言うの？あ、こっちやんな、OK。 そうそうそう、もう帰った。今日のゲストは、筑前さんでした。筑前さんだよ、いや、ちょい、I know it! もういい、もう、お前が釣るとんだいけ。もう俺が残るよ、ここ。